こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ミンゴル始めていきましょう。ゴルフは縦画面が基本。結構時間かかりますね。の正確性を上げていきたいところです。そうだ、イベント何があるのか見ていこう。このガチャは年末年始第1弾スペシャルキャンペーンってなんだ。あ、毎日見てる9連どこ、どこの話だ。これはここの話だ。行かなきゃ損損。利用しましょう。カーディアンセットでセンター、ゴルフに発祥を持ち込んだのがミンゴル。おお、なんかすごそう、クマヘッド。いいですね。おお、夏がいいかも。可能性がある。もう一回。こうか。金かかってそう。足元は大事。足元を考え。これいいですね。地味。みんな、いい。女性系？なんだこれ、人を殴るのか。なわってない。あ、ゴルフだ。あの、ゴルフじゃない。クラブにボールですね。
攻防ポイントはいいですね。運ってなんだ、なんか来る、ゴールドですね。何これ、和菓子ボール、鬼畜和菓子。他なんかないですかね。有料ガチャ、チートパワー、の安定力を上げる思ってないですかね。何を言ってるんだ。いらっしゃい。930まで行ってるよ。そうそうそう、お知らせでゴルフコースってないの、みんなファッションばっかりで。おっと、なんだこのグランドロックバレーって。でもまだ遊べないんじゃなかったっけ。いや遊べそう。ん、何これ、光復刻って。現地2倍ですね、オーシャンラブリゾートとか。クリアしてないとこがあるんだ、まだ条件があるんだよな。遊んでしまいます。インパクトガール、光行くか。結構一人でゴルフでも遊べる大会とか多くていいですね。行くか。勝てばいい。うまくなかった。ワンオンはワンオンでしょうけどね。2メートルもあるのか。風とか見た方がいいかな。これアゲインストなんだ。すごいすごい。相手の方が強そうですね。え、何これ。右に行ったのか。とにかくゴ、ホールに近づく。え、何これ。意外と芝が速い。そうだ。そうそう。うんと芝目がいいな。結構強い。入った。パーです。まあ、これは入るでしょうね。引き分けじゃダメなんだよな。もう一回です。行きましょう。これ意外と難しいね。またアゲインスト。
なんで右曲がったんだろう。まあ、ミスったからかな。今度はナイスショット。言うほど右に曲がるわけじゃない。そうだ。いいですね、これは。1.9 メートル。ちょっと調整した。右ですか。さあ、相手です。なかなかいい。惜しい。これを入れれば勝ちです。いけるか。 OK、 入りました。3200ポイントよしよし。そう、なかなか手強いですね。可能かも。よし。どうだ。そうだ。ここ、もうちょっとオーバーだ。で、ワンオンはしました。パー4ですよね、これ。パー4にしたら短い。打ち下ろし方。一応の仕方だから、あの結構オーバーしようとしたんだ。よし。え、あ、残り129か。そうカラー本体ですね。クロチェッチ。おお、結構いいとこまで来た。さあ、まだ10メートルありますし、芝生もすごいな。難しいパットを教えられそうです。これはもうちょっと右だった。そうだ。うわー、外れた。それた。これは OK でしょうね。とか、そう、よくない。勝てばいい。500ポイント以上出さないとダメ。長距離戦ですね。でも残ってないからね。まだあるんだ。
いいですね。比較的ゆとりのあるコースなんで。楽しみます。きついな。これは3オンしてきそう。一応3オンです。さあ、こちら103ヤードまだ残っている。簡単だし普通にやりましょう。かなり上げていきましたね。サンドイッチですかね。上げることがこれは良いんじゃないでしょうか。スーパーショーツ。100ポイントしか下がりません。かなり近寄ってますね。一応1台消えればチャンスですが、行きましょう。いけるか。オッケー、バーディーです。よしよし。これは5ポイント以上差をつける条件もクリアです。ホルガ。そう、ビタミン剤が4つ。数が足りないんですよね。レンタルギアって何？あ、そうか、そういうことなのか。まあ、自力で行きます。もし、なんか服をもらえるみたいですね。あとよくわからないので、ね、まあ、勝てばいいのかな、これは。勝てばいいです。え、これ打ち下ろし？打ち下ろしかな、ちょっと1段下がってる感じですね。気をつけろ。なのでパーをやや緩めにしときました。どうだ、勢いがすごいな。ちょっと飛ばしすぎた。ちょっと緩めてる。 78% どうなる。あ、これ OB どうなんでしょう。まだ戻っていく。地獄やな、ほんと。やめてあげて。アンプリアブルはマイナス600です。え、最初からきつい。3打目になるのかな。どこにいる。オンです。あ、なんとかアプローチを決めたい。これがなんですよね。気をつけないといけないわ。左坂なんですよね、グリーンが。これは良くない。4打目じゃないかな。スロ、ショートです。もちろん入れたら勝ちです。こうか、このぐらいかな。もっと曲がる、意外と曲がるんだよな。そうだ、目は良かったがちょっと足りなかった。ボギーか、これ。勝ちは勝ちですが、低いレベルは争いだ。まあ、勝てばいいんですけどね。ちょっと不満です。さあ次です。どんどん敵は強くなっていきます。
レイヤー行くか。これも勝てば良いです。いいですね、ハワイ。まさか1打でそんなにのとこ行く。これはパー4だけど、まあ無理ですね、それはありえない。真ん中来た、ど真ん中。真ん中か。あ、看板になってんだ。ナイスショットだな。あ、何てんだ。300いくんだ、飛ばし屋だ。え、まだ止まらない。いや、いられないです。いろいろスキルチャンスありますね。下手なんで、行ってしまった。ちょっと鼻炎状態です。良くないですね。さあ、まだ相手のパット。なんだこの2段グリーン、68センチ。さあ、これ入れればもちろん勝ちです。ちょっとこっちかな。オッケーです、バーディー。3796ポイントは高いな。よしよし。おおってエロい。さ、勝てないんで、あと3回。1000ポイント以上のちょっと無理ですね。あとトップスピンを利用しないといけない。トップスピンって上だよな、上を叩くことだよな。どこへ使うことがいいのか。はい、楽しみだです。もう障害物だよね。行きましょう。あ、こうなってんのかな。どうなる。抜けた。ラフに落ちてしまう。手前で刻むパターンですね。何に行く。飛んでますよね。そういうのちょうどいい位置に来るな。傾斜がすごいな。あ、この建物の中にグリーンがあるのかな。どう、まだです、まだ2段が同じ上なんだ。え、なにこれ。するとここになってしまう。なんかわかんない。え、無理です。はい、だから
しないといけないですね。落ちるでしょこれ。まだまだ止まらない。止まったか。ダメなんだ。アントニアムなんだ。ね、どうなってんの。正解みたいですね。どう？カーパット。くそ。よし。そう、16って。嘘でしょ、またか。
ここへ来たらもう出すだけっていう感じなんだか。どこに？なんで後ろにいるんだ？ラフです。いいですね。近い。おー、ナイス。あとは4段目です。はっ、近いか。ここ押すんじゃないの、これ。スピンバーディーか。そう、やっぱスピンバーディーか。マシだが、ラストですね、これ。難易度高いわ。OK、 超えた。あとはどこに。あ、結構早く止まりそう。 OK です。とにかく上り坂なんですよね。ちょっと決めていきますと思ったらラフです。ファンタシス。ちょっと一回緊張しきずにやらしましたね。まだエンタシスとかしか達成してない。横か、横全体だ。これはフェアエーキープだがと思ったら、どんどん戻って、どんどんではないか、戻ってやる気。次は結局無理なんですよね。このクラブの番手次第だけどね。念願だったらいけるかも。ちょっと高さが足りないかな。なんだこれ、ハンパーとか。あ、ありました。痛いのかな。あ、うまいな。はい、キープです。さあ、こちら謎のこれ、アンプレアブル無理なく再生。もっと近づかない。そうだ。おお、すごい。56センチ。曲げながらすごいな。いいの。近づいてきました。これはワンパッドで入るんでしょうね。ダボか、これで。そんな。落ち込んだ。慰めてあげたい。確実に入れていきます。こちらはバーディーです。4600ポイント。よし、勝ちました。
ったな。トップスピンってなんだ。行ってみるか。サボテク1ポイント以上でクリア、バーディー以上でクリア、210。ちょっと高いめた方がいいな。1個番手あげましょう。え、これ下がるの？大悟さんか。バーディーはちょっと見込めなくなりました。ですね、これはわずかにオーバーズ。ボギーです。それではクリアとはなりません。なぜだ。だからもう一回やります。クリアしないとそのヤード越え。ないです。さあ2打目、これが肝心。高いように見えて意外とこれ下りなんですよね。そうだ、ツオン距離があるな。バーディーは厳しいな。これは、ああ惜しい。そこにか。何の条件は バーディーは無理。残り2つはクリアです。次2面ラフなしのみクリア、バーディー 210m。 結構穴ぼこバンカーが多い。逆に1打で入れることも可能ですからね。行ってみましょう。いけるいけるいける。そうだ、お、これすごいぞ。スーパーショーツパーオンです。足りない。あ、これはいけるでしょうね。バーディーは確保です。よ
これでバーディーと一人空き家なんで、まあ解放されない。バーディーと1打目でピン1メートル以内、つまりこれショートホールなんだ。いけそうですけどね。打ち下ろしが、打ち下ろしには見えるからね。悪くはないが、1メートルはどうかな。方向はなかなかいいんで、あ、これはナイスです。 2.3 メートル。さあこの後バーディー取っちゃいましょう。いけるか。オッケー、バーディーやりました。よし、これで2つともクリアです。解放されないか。次サイドスピンを利用してクリア。サイドって左右どっちでもいいってことか。そして2打目ですね。よし、そうだ。ちょっとこれ坂がきついや。止まりました。でもで、サイドスピンだったらこれか。ラリー行くはずなんです。なかなか良い。よし、これ堅実に2パットで決めていきましょう。すごいな、高さ。そうだ、オッケー、イーグル。サイドスピンもクリアです。これで解放されないのか。結構解放がきついな。渋い。27以上。スコティッシュ VS マッチってなんだ。これか。合計が27以上である必要がある。今あと1つですね。71ヤード。ここが2打目が大事です。ちょっと飛ばしすぎか。ラフに入ってしまいました。終わった。ナイスアプローチはパーパーです。もう一回やらねばなりません。
行くか。ミスった。まあただ悪くはないです。自分巻き返し可能。よし、ここもいいな。さっきオーバーしちゃったんだよね。思った以上に平坦なんで、ちょっと手前に落としていく感じでいきましょう。それでも飛ばしすぎか。いや、そんなことはない。 3.6m。 さあ、これをワンオンで入れなければなりません。これは、あー、ショート。あー、考え事してたからよくないな。ここまでかな。あと1ポイントっていうところなんですが、ちょっと時間が。これ137点、すごすぎませんか。チャレンジっていうのは、あ、さっきの光の話か。はい、ということで、ここまでとしたいと思います。モンゴルコンペ、報酬挑戦者。まあ、今回はこのミンゴルチャレンジの光復刻、これを遊んでいきました。スクショ撮っておこう。18人のライバルは立ちはだかるとなってますね。こちらを中心にプレイしていきました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、ミンゴルのプレイリスト用意しております。ぜひ、ご覧いただければと思います。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。